2020年8月10日に肺炎のため逝去した日本の名俳優渡哲也さん。多くを語らず、私生活も謎に包まれていた仕事人の渡さん。そんな渡さんも家に帰れば一人の夫であり父親でした。今回は子供が息子一人いることや川島建設に働いているという可能性が高いことについても紹介していきます。また一般人であるか敏子さんの詳細についても紹介していきますので、ぜひご覧ください。渡哲也さんと奥さんの敏子さんの間には一人息子のお子さんがおられます。芸能界大御所俳優の息子2世タレントとしてもご活躍はできそうですが、息子さんは一般人です。渡さんが自ら息子さんのことを語ることはほとんどなかったみたいですね。一般人ということで生年月日や名前、顔写真などの詳細は明らかにされてませんが、息子さんの名前は渡瀬聡さんという方である可能性が高いです。後ほど詳しくご紹介します。1972年生まれなので2023年に51歳です。渡さんが六膜炎という病の真っ最中に息子さんを早産で敏子さんはご出産しました。1週間生きられるかどうか危険な状態が続いた息子さんに会いに渡さんは毎日病院を訪れてたみたいです。すごく可愛いお顔ですね。どちらに似てるのだろう。学校は小学校から大学まで青山学院に通われていました。何を隠そう、勤務先はなんとあの鹿島建設だとか、日本を代表する超大手建設会社スーパーゼネコンですね。学生時代はラグビーやアメフトをしていたスポーツマンな息子さん。現在では当たり前となっている100年を作る会社鹿島建設は、不動産開発事業、ダム建設、橋梁、発電所建設などの大型土木分野でも高い技術力があります。また鹿島建設は将来の就労者不足への対応と働き方対策として、作業の半分はロボットと管理の半分は遠隔で、全てのプロセスをデジタルに、オコアコンセプトとして2024年度までに生産性を3割向上することを目標としている日本の優良大手企業です。そんな大手企業にお勤めである可能性が高い息子さんは2018年に営業部長に就任されてます。2021年会社ホームページの役員名簿でお名前は確認できませんでしたが、鹿島建設で営業部長にまで昇格しているとなると、かなりの実力派の気もしますね。渡さんの息子さんである可能性がより高まります。まだご結婚はされてないみたいです。大手企業の鹿島建設に勤めているとなると、それだけでも表になられるでしょうが、それだけじゃなく青山学院大学でアメフトでも活躍していたスポーツマンでありながら、生まれた瞬間から渡哲也の息子という羨ましい肩書き、渡さんはよくお嫁さんをもらってほしい、早く孫が見たいと周囲に話していたとか、プレッシャーの中良縁と思われるお話はたくさんあったと思いますが、息子さんは自分の生き方を貫かれたのでしょう。結婚してもしなくても幸せになれる時代だからね。長い闘病生活を乗り越えれたのも息子さんのおかげです。2014年に渡さんは自宅を全面バリアフリーにリフォームをしました。そのリフォームを仕切っていたのが鹿島建設にお勤めであろう息子さん。リフォーム後のご自宅です。素晴らしい豪邸です。息子さんのおかげで快適で心地よい自宅が完成したことでしょう。最近はリモートやネットギフトなどが普及してきましたが、親孝行ができない理由の第一位は遠くに住んでいてなかなか会えないからとのこと。大人になると親に会う機会は少なくなりますからね。息子さんは長い間一人暮らしをしていたみたいですが、体調を崩した渡さんを心配し、渡さんの自宅から歩いて2分ほどの一軒家にお引越しをしました。自宅のリフォームが終わるまで渡さんは息子さんの家で住まれたそうです。大人になった息子さんと再び同居。恥ずかしさもありつつ、幼い頃とはまた違った嬉しさがあったと思います。その後も親孝行な息子さんに支えられた渡さん。
かけがえのない時間を過ごされたのではないかと思います。お嫁さんであるとし子さんも一般人です。あの渡り徹也を射止めるなんて普通の一般人じゃないよね。渡り徹也を射止めた奥様はどんな人なのか、顔画像やプロフィール含めてご紹介します。お名前は石川とし子さんです。年齢は和田さんの一つ下。和田さんが2020年に78歳で亡くなられてるので2023年に80歳になられてるかと思います。とし子さんは一般人ですがお嬢様です。大手鉄鋼会社の役員の令嬢であり、叔父は東京都内の病院の院長を務めていました。当時大学に通える女性は少ないこと、さらにとし子さんはクリスチャンでもあり、ご出身の青山学院大学はキリスト教による人格教育を標榜するなことから、とても優秀な女性だったことがわかります。二人は青山学院大学在学中に出会い、和田さんの一目惚れで交際がスタート。芸能界に入っても交際は続き、兵庫県淡路島出身の和田さんは彼女のと快適なところに惹かれたと婚約発表。女房は学生時代に知り合って、古いですからね、3回ぐらい別れかけたけど結局拾ってやりましたよ、僕も人がいいんですね。一時期は女優の吉永小百合さんと真剣交際をされてた時期もありましたから、華やかな世界で和田さんのようなモテるパートナーを信じることは決して簡単ではなかったと思います。おそらく大恋愛だったであろう2人は1971年に晴れてゴールイン。同年3月ハワイにて2人きりで結婚式を挙げています。自分が選んだ人を信じるということは自分を信じること。和田さんととし子さんの結婚生活は49年と5ヶ月長い年月ですね。男前な和田さん、性格も男前であってほしい。がとし子さんには亭主関白だったそうで、家の中では一度座ると一切動かずとし子さんに全てを頼むんだとか。和田さんが2015年に心筋梗塞を患ったものの、関係は変わらず和田さんが、おい、と呼べば、はい、と、とし子さんが駆けつけてたみたいです。なかなかの亭主関白？かと思いきや、会見や取材で何を話そうか迷った時には、とし子さんに電話をかけて相談していたこともあるみたいです。とし子さんを信頼し、頼りにしていたのだと思います。西部警察などで演じた役柄のイメージが強く、性格が短気と誤解されることもしばしばあった和田さん。実際は温厚な性格で、生前はボランティア活動にも力を入れていました。阪神淡路大震災や東日本大震災では炊き出しを行い、被災した方一人一人に声をかけていたとか、東日本大震災で和田さんと一緒に炊き出しを行った中華料理店の店主は、和田さんについてものすごく気さくで優しい方だったとインタビューに答えています。何より和田さんの朗報が流れ、血を惜しむ声が止まなかったあの日、和田さんがどれだけ素晴らしいお人柄だったのか痛感しました。令和の時代とはまた違う、黙って俺について来い、そんな昭和の男代表とも言える和田さん。素晴らしいご活躍は、とし子さんの内助の功のおかげかもしれませんね。和田さんは、とし子さんに対し、自分の訃報は、葬儀などすべてが終わるまで誰にも知らせるな、という趣旨の遺言を残していたみたいです。香典や弔問、供え物は一切受け付けないよう申し付けました。そのため仲間の舘ひろしさんや神田正輝さん、石原軍団所属俳優にも最後を知らせず、2020年8月10日、とし子さんに見守られながらこの世を去りました。静かに生きたい、という和田さんの意思により密葬が行われた後、石原プロの関係者には8月12日、一般には8月14日に公表、お別れの会なども行わなかったそうです。生まれ変わっても渡り徹也さんの舎弟になる、父であり、兄であり、人生の師でもあったと、館博士さん、和田さんは、仲間にも恵まれてたんですね。コナ禍での出来事だったので、面会規制や自粛、会いたくても会えない、そんな日々もあったかと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。